はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以前にね作ったねノンシュガーチーズケーキというのがあるんですけども、その時に使ったねナチュラルチーズがねちょっと余ってますので、今日は最近その牛乳の代わりに飲み始めた豆乳を使ってね、豆乳レアチーズケーキを作ります。まあね、チーズケーキでねカルシウム不足を補うためにねちょっとやっていくんですけども、まあ、でもねそのノンシュガーチーズケーキをね食べた時に思ったんですよ。魚焼いて食べてる方がねやっぱ楽やなってね、まあ、焼き魚よりもねゆで魚の方が食べてますけど最近では、まあ、でも魚はね食べきるんですよ、ちゃんとね。ご飯の時にはねちゃんと余らせないように食べるんですけども、痛みが早いのでねそのちゃんとね全部使ってね食べるんですけども、でもナチュラルチーズがねちょっと余っててもね置いといても誰も食べないんですよね、まあ、そのままでは誰もほんまに食べないんで、ねまあ、他の料理に使うのもねまだちょっとね僕は知識がないんでわからないんで、まあ、でもそれをちゃんと使って豆乳の入ってる健康的なスイーツをね今日もね作っていきます。では頑張ります。はい、ではね今からですね豆乳パックレアチーズケーキっていうのをね作っていきますんで、まずね豆乳でございます。美味しい豆乳ね、こちらね美味しいですね、これね。ちょっと高いんですよね、これね。豆乳の中でもね。これが余ってるナチュラルチーズでございます。多分これが書いてある通りの 400g が残ってるはずなんでね。これ一目盛りがね、200g なんで、2つ目盛り、ちょっと超えてますけど、400g としてこれを使います。ゼラチン 10g 今日使うですね。で、まず豆乳パックから 500cc を取り出して、使う 500cc だけ入った状態にします。ここから取り出すねんな。分かったよ。さっき切らなかったなってね。中に取り出しますわ。で、これを豆乳パックに入っている 500cc のうち 500cc を取り出します。取り出します。ちょっとね、はかりでね、はかりながら 500cc だけ取り出します。505cc でなくなった。でも使う 500cc だけやから、これ使ったらええんか。ねえ、そうですよね。で 500cc のうち 300cc をフードプロセッサーに入れます。ちょっと待って、一回戻そう。 300cc だけ出したいんやろ。一回戻そう。むずいやん、こんな戻すん。いけるかな。ちょっと流しの方で。いけた、いきました。で 300cc だけフードプロセッサーに入れるから 300cc だけ取り出します。 300cc よし。でフードプロセッサー購入者の用意してあるんでね、入れます。じゃあ豆乳を入れましたよ。入れましたので、常温に溶かしたクリームチーズを 400cc 入れます。 400g 入れます。これ全部ね、全部入れますね。一回測り直そう。ちょっと待って、 529g あるやん。危なっ。 400g だけ入れますね。これに 400g だけ出したいやんか。ちゃうわ、これに 200g 出したいんな。 200g 出します。やっぱちゃんと測りますね、怖いんでね。はい、おしろいや、全然おしりえな。おおら、重った。 500g でも重たい感じるぐらいの力がありませんと。397 3g 404、もういいや、これでいい。うん、 OKOK。 こんだけの塊が余っちゃいましたけど、これはまだ考えて使います。これをフードプロセッサーに入れます。このままやったらアイスクリームでねみたいで美味しそうなんですけどね、食べれないんでね。このままやったらね、またね後でお話しすると思います、ね、このままやったらねリステリア菌がね入ってますんでね。さあ、これをフードプロセッサーにかけます。えっ、お、最悪、めっちゃ散った。ちょっと待って、めっちゃ食べ散る、やばい、固まりすぎ、これはまずい、非常にまずい。事故、大事故ですやん、こんなほんまに。よし、行くぞ。無理、あかん。一回ね、このままね、蓋外してチンしますわ。このまま当たります。さあ、やわらかなったかな。さあ、行ってみましょう。せーの、
全然ダメ、全然ダメやん。もっと、もっとせえってか。さあ、ここでね、確認したいんですよね、さっきね。お、柔らかい柔らかい。もういけるでしょう、こんだけ柔らかかったら。たぶん、いや、どうかな。まあ、また拭けばいい。うん、こぼれたら拭けばいい。ね、ぺこぱみたいな感じですけどね。いきます。いけてます、いけてます。あー、よかった。これどれぐらいやったらいいんでしょうね、これ。あ、溶けてる溶けてる、オッケーオッケー。いい感じですやんか。あの、1個、なんか残ってた。いや、まあ、一時はどうなるかと思いましたね。完全に豆乳とクリームチーズばらまいて終わるんかなと思いました、今日はね。残りの 200cc を耐熱容器に入れて、ラップなしでレンジで加熱。残りの 200cc をこれに入れます。で、600ワットで1分から1分20秒。1分20秒チンします。1分20秒。で、熱いうちに、おっと。熱いうちに手早く混ぜて完全に溶かす、ゼラチンを。はい。10g、これ1袋 5g なんでね。これを入れて、これを入れて、入れました。で、溶かす。チンを混ぜております、今。あ、でも今日は工程少ないな。あともこれをフードプロセッサーに入れて、この空き容器に入れて冷やすだけやもんな。よし、いいでしょう。これをまた入れて混ぜます。混ぜます。いけ、よし。出来上がりました。まあね、混ぜただけだけなんですけども、これをこの空容器に入れます。入れます。全部入りきりました。ね、ねって見せただけなんですけども、冷蔵庫で冷やして固める。5、6時間、5、6時間でございます。だからね、ラップで蓋します。はい、でこれを今から5、6時間冷やします。で、冷やしたものがこちらになります。ね、実はね、これもね、前日にね、作っておきました。ね、前日に作っておいたから、今日はね、ほんまにスムーズにいくんちゃうかなと思ったんですよ。この前のね、チーズケーキの時もそうやったんですけどもね、まあ、今日もチーズケーキなんですけども、でもね、今日はね、ほんまにこいつがハプニングでしたね。本当にびっくりしましたわ。あんなにもっとスムーズにいったんで、これを今からこっちね、冷やした固めたやつを揚げていきます。どうなってるでしょうか。おお、すごい固まってる。そらそうやな、ゼラチン入れてんもんな。固まっております。プルンプルン、見えます、これ。ねえ、豆腐みたいですね、ほんまに。出してみよう、出てくるんかな。えい、出てこい。とりあえず冷やすように真ん中からいこうか。で、こっから次はどうするね。おお、プル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 。あ、出てきた。危ない。ええねんけど、どうしよう、どれぐらいいこう。ケーキ入刀。えい、あ、入りましたよ、ケーキに。プルン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 、完成です。豆乳パックレアチーズケーキでございます。では、いただきますと言いたいとこなんですけども、これもね、まあ、前回も言った通りですね、そのナチュラルチーズケーキを使ってますので、リステリア菌っていうのと、腸管、出血性大腸菌かで、カンピロバクターと、サルモレナ菌が入ってますので、このままでは食べれません、僕の体ではね。ね、僕はね、前回も言いましたけど、その白血病をして骨髄移植をして、免疫抑制剤を飲んでますので、免疫力がすごい低下してます。そういう体の人っていうのは、今言ったね、そのリステリア菌、腸管大出血性大腸菌と、カンピロバクターと、サルモネラ菌っていう、それらの菌に負けてしまう体なんですよね。なので、これを今からまた、ね、チンします。75度以上の熱でチンすれば、これ今言った菌は全部殺菌できるので、溶けるかな。でもゼラチンのこのゼリー感は溶けへんと思うんですよ、僕のイメージではね。だから今回もチンします。このままの形であってくれ。チンします。またちょっと
くそ残念、こんなありさまですわ。まあな、チーズが溶けたらこうなるわなってな、前もそうやったもんな、チーズケーキの時もな。なんでや、こういう形式があかんのかねえ、こういう形式がダメなんですかね。だからね、その焼かなあかん、焼いた状態であの形になるチーズケーキを作ればいいってことですよね、今度はね。だからベイクドチーズケーキっちゅうやつ、ちゃんとね、あの囲いに覆われててそのままの形ができるやつね、作ればチーズケーキを楽しむことができるはずなんでね。そうね、お砂糖入ってないやつですよ。買ってきたやつやったらなんぼでもチーズケーキ味わうことできるんですよ。でもあれはね、チンしても全然ね、形も崩れませんし、でもお砂糖入ってるからね、食べたくないっちゃ食べたくないんですよ。だからまあ自分でね作るんですけども、こんな結果になってしまいます。僕はこれはひょっとしたら一生じゃないな、病気がちゃんとこうね、免疫抑制剤飲み終わって、飲むのが終わって、先生からね、何でも食べていいよって言われるまではチーズケーキの食感をね、味わうことができないんでしょうか、わからないですけども。でも食感を味わうことはできないけど、味を味わうことはできるはずなんで、これもきっとね、レアチーズケーキの味がするはずなんで、いただきます。スプーンスプーン、もう姿形が全くあれへんから、なんかこうね、ちゃんとこうお砂糖ないちゃんとこうスプーンでこう切ってね、こう食べるっていうやつをしたかったんですけどね。いただきます。ちょっとふてくされてますわ僕今。うん、ちょっと弾力のあるチーズ柔らかい溶けたチーズですね。クリーミーな感じですわ、クリームチーズやもんな。でもね、これ豆乳レアチーズケーキなんですけど、豆乳の味がしませんチーズが勝ってる、おかしいな。でも普通にこれはね、サイトで見たら牛乳パックで作るって書いてあるんですよ。でも今牛乳飲まれへんし、牛乳使ってないし、使いたくなかったから。でもだからといって牛乳パックで作ったこともないし、牛乳でね、だから元の味は知れないんですけども、以前作ったチーズケーキの味と一緒ですもうお砂糖不使用なんでね、これね、豆乳も使ってるから、すごいヘルシーなチーズケーキだと思いますよ。レアチーズクリームや、レアチーズクリームって考えたら食べれますね。ね、知らない、でも嫌いじゃない、本当にチーズはもともと好きやし、豆乳感ないけど、ね、前のケーキはね、この中にちょっとだけあの底に引いてたね、ビスケット、クッキーを砕いたやつが入ってたんで、その食感がサクッとあったんですけど、これはもうないだけです。前は生クリーム入れてたからもっとクリーミーな感じやったような気するんだけどな。でも味が変わらないってことは、生クリームも豆乳もあんま変わらへんってことなんですかね。これ飲むチーズや、飲めます、飲むヨーグルトじゃなくて飲むチーズですね。で、そうや、この前のね作ったやつもね、奥さんにね味見してもらったんですよ。そしたら何ていうかね、キリの生クリームじゃないわ、キリのクリームチーズに似てんなって、ちっちゃいこんな四角いやつあるでしょ、あれに結構ブルーベリーとかつけて食べるやん、それの感じの味がするわ。だからこれ自体には全然味はないけど、そういう系やと思ったら食べれる。じゃあどういう系やと思ったら食べられへんねんって逆に思ったんですよね。その時は言わないですよ、喧嘩になるんでねうん、ごちそうさまでした、まあ、といった感じで、チーズケーキ大作戦は失敗に終わってしまいました。食感は楽しめませんでしたけども、カルシウムは取れた気がしますね。前のチーズケーキもね、しか食べたんで、あれでもカルシウムは取れました、でこっちの分でも、しっかりねカルシウムは取れました。というかもう何やったら、今度まあ動画外ですけども、この余ってるクリームチーズをね、チンして柔らかくして、果たして同じ味なのかっていうのを試してみます。じゃあもうね、ナチュラルチーズのクリームチーズを溶かしたら飲むことができるんやったら、僕はそれでカルシウム取れますよね。まあでも逆にその別のもんをね、過剰摂取する可能性があるんで、
やっぱりね、あのほどほどにちょっと調べながらやっています。でもこれをほんまに一回チンしてね、このままのままチンしてやっていますんでね、また結果を報告させていただきます。味は美味しかったです。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。ね、このね動画をね登録してくれたらね、きっとね皆さん大阪弁が上手くなりますよ。そんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。